じゃあそこで体力回復しといてよかったですね。もういっぱい集まってます。すごいね。結構いっぱい集まってますね。いやいやいや、これ多分イベント中はあんまカメラ回せないかもな。グッズの販売こっちでやるの？すごい。ここは唐揚げとかもあるんや。多分ここもわーっとコンビニでしょうからね。コラボうどんとかも、あ、でも650円ってそんな高くない。極楽うどん唐揚げも300円なんやね。お、列車がいる。あ、やっぱこの時間からすごいわ。うわー、早めに来といてよかったですね。で、あ、フローズンドリンクとかいろいろやってるみたいですね。お、あ、熱っ。オラガそばやってるところなんや。オラガそばといえばね、この前も大垣でも食べましたけど、いや、すっかし、あ、これ日差しすごいわ。あ、水分補給はしっかりまめにしないといけませんね。すごい、すごいいっぱい。おうおうおう、はいはいはい。おお、わ、すごいすごいすごい。わあ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 、いっぱい人がいる。すごいな。なんか思っとった以上に年代の幅広いんやね。私的には20代くらいの人たちね、人たちがわーっと集まるのかなと思っておってあれでしたけど、全然私より年上の人もいっぱいいますし、すごいですね。うちもでも一応チャンネル登録者だけ言ったら10代から50代までいますからね。そうそうそう、100人ですけど、そうそう、地域も言うて一応あの確認できてるだけで ね、まあ、ね、海外も確認できてますから。すごいな。あ、そうか、うどんやるよっていう話があったからこっちにおるかなっていうのであれかな。これはあれかな、水間鉄道のマークなんでしょうね。水って感じですもんね。この中もなんか乗れるんでしたっけ。今日はなんか休憩スペースとして開放するみたいな話もありましたもんね。すごいな。みんなすごいですね。いや、それにしてもすごい人だ。ひふみひふみ、ここにいる全体の人のうち10人に1人がうちのチャンネルを登録してくれたら優に1000人がいけそうだな。よしよし、これはちょっとうちもさらに、もしかしたらもしかしたらですけど、でも今回の告知でさっき私そう再生した、動画って見とった動画ってなんか案内ありましたっけ。案内があった記憶はないんだよな。まあ、何せ再生数が3ってなってたってことは多分限定公開でしょうからね。2日前にアップロードってなっとって3再生ですからね。で、その別チャンネルでね、別明かり上げとるとかではなく、ちゃんと西園寺さんのアカウントで上げとってってことは絶対多分あそこにたどり着かないと見れなかったやつでしょうから。いや、これはわー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 、えらい混雑、すごいな。すごいな。はいはいはい。ただいまお並びの方、最後尾の方、お求めいただけない可能性が非常に高くなっておりますので、明日からご了承ください。あ、もうそんなに、あれ、あ、あ、あ、そうだ。お一人様1点でのお買い上げでお願いいたします。お、さすがですね。すごい、わー、混んでるな。あー、危ない、わー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 、ここに抜けようかな。あ、これはなるほど、並んどいた方が良かった感じっぽいですね。だからこれ全部物販の行列だったんですね。はあ、やらかしましたね。あっち行っとらんと、こっち並んどきゃ絶対買いましたよね。8時に来とったんやから。
わあ、いっぱい人が待っとるなーってボケーって見てましたけど、あれ死亡フラグでしたね、完全に。この辺りやな、この辺りやな、うちのチャンネル、ね、10万人のチャンネルと100人のチャンネルの差がここに出ましたね。多分ここの人たちがわーっと買って、ですがやっぱりあの、あ、先にほえで水まで、特急水まで乗ろうっていう人がどれぐらいおったかですよね。今のその貝塚駅の感じがどんな感じかですけど、まあ、これちょっと地元の人は大変だ。うわーすごい、いっぎょうさん人集まってますね、で、あとあれね、ここから、ね、乗り越し生産できませんよってことなんで、乗車前にチャージをしとかないといけないとかがあるみたいですけど、いわゆる一番先頭車両の一番前が降りるやつになって、その一つ後ろがノズになるんやね、ちょっと変わってますね。大体この手の場合やったら降りるで乗るとかね、そういうパターンが多いし、乗るのはあのボタン押したら全部乗れるよって JR みたいなね方式とかもありますけど、ね、生産の仕方とかもちょっと変わるみたいですね。すごいな、いっぱい、いや早めに来といてよかったですね。あれこっち到着したのが何時ぐらいだっけ、向こう7時45分の電車に乗ってきたぐらいでしたもんね。でそこから歩いて8時過ぎぐらいにはこう着いてましたもんね。8時過ぎじゃない、8時20分くらいか。うわーすごい、すごいですね。しれっと入ってたな、しれっと入ってたな。しれっと田中さん入ってきましたけど、意外と誰も気づかもんなんですね。これ行列がもうここまで来てんだ、すごいな。え、じゃあこれ向こう側にはどれぐらい人いるんだろうね。いやこれはやらかしましたね。ちょっとそっちから見てみましょうか。10時までまだあと30分近くありますよね。すごいな、これが10万人の力ですね。15分前か、あれで、あ、列こっちに列作ったんだ。ああもう改札出ちゃってましたからね。うわこれは普通にあれですね、まさにうちのチャンネル、肉を残して骨を切っちゃいましたよね。うちのチャンネルやっちゃいましたね、肝心のところやっちゃいましたね。すごいな、へえ。結構スタッフさんもいっぱいいますしね。まあ出ないとよかった、いなかったら危なかったですね。これはすごいわ。だってこれまだ10時7分の電車特急の行き便がやってきたらそれでわーって来るんでしょ。これ対向列車からどれぐらい混んでるのか見ても面白そうですね。やっぱ先にこっちにこっちに回っとこうっていう混乱が多かったか。 あれかな、うちのチャンネルでこの作戦を公開したのが良くなかったかな。でもあの動画10再生しか伸びてないから、あれを見てきたとは思えないですからね。そうか、あれ貝塚の駅の案内とか出てますよね。で結構いろいろあるんですね。JR は東貝塚駅なんで、この辺りもちょっと気になりますけどね、どんな感じなんでしょうね。駅が、そうで市街地がちょっと分かれてるのかもしれませんね。錦浜、あ、これ錦の浜って思うんだ。へえ、いろいろあるみたいですね。で隣はもう泉佐野ですもんね。で、宿取ってあるのはこの辺りにあるらしいですよ。へえ、泉佐野と東佐野とかあるんですね。へえ、でこれがあの姫の駅か、乗り換えでよく見るあれですよね。能が多いんですね。能。すごいですね。でも作戦は良かったでしょ。8時に来とけば多分余裕で買いましたからね。そう、作戦は良かった。
普段は良かった。ただついてからついつい思いつきの行動を取ったのが間違いでしたね。いやしかしすごいですね。はあ、いやすごいですね。これ朝一の人一体何時から並んでたんでしょうね。これ朝の6時とかから並んでた人いたでしょうね。すごいな、4時間待ち。そうするとこれちょっと特急西園寺号はもうすでに先着の整理券はもう怪しい感じでしたもんね。ああ、じゃあそれに乗るのは早々に諦めて、西園寺号の、まずもう物販が始まったら、物販ちょっと落ち着いてから行きましょうか。もうこれ落ち着いた頃にはこの後まだこの後10時台の10時にボーンと特急列車がやってきて、あ、なるほど、ここから列車出るの、わ、これはね大変だ。で、そう、うちの企画としてはね、ターミナル取りたいんですけど、今の状況では取れませんからね、ちょっと落ち着いてから行きましょう。考え方によっちゃですよ、考え方によっちゃですよ。今8時の段階の、7時の便でね、こっちに来るのに乗ってましたけど、それでもね、何人かやはりあのカメラ回してる、やっぱりね、あのすぐ分かるんです。先頭車両の前とかね、後ろの最後のね、あのカメラ回せるところってね、前面展望とかが撮れるところね、パッと入りますからね、すぐに分かるわけです。当然私のチャンネルはね、そっちから撮ってもカメラもこんなんですしね、あれですから、やってるわけないんですけど、ですから多分もう並んでる中に、もううちよりも全然大きいチャンネルの YouTuber さんがいるはずなんです。で、買って乗るでしょ、それがバーッと上がるでしょ、ってことはそっちの動画はバンバン上がるはずなんです。裏を変えていきましょう。で、分かってるのは、まあうちの動画らしく6キロ歩いてもいいけどな、ね、昔だったら6キロって言ったらええっていう距離ですけどね、うちのチャンネル、あの山道をね7キロとか歩きましたからね、20キロとか平気で歩きますからね。じゃあもうね、6キロって言われても、しかもかなり道も安定してますからね、全然行けちゃえる気がするので怖いですね。10時からどんな感じになるか、私はちょっと落ち着いてから物販の様子を見に行きましょう。なんかもう売り切れてそうだけどな、この感じだと。で、この流れだと次の中で呼びましたよね。で、今回も瞬殺、間違いなく瞬殺じゃないですか。そうするとね、次の作戦を考えないといけないわけです。で、そうするとセオリーだとこれが、終わったら、この後、10時40分ぐらいにその特急、西園寺号が出発していくわけですね。で、その出発してた後から2回目の物販のその整理券がの配布が始まるらしいんですよ。ですから見送って、乗れなかった人は見送って、その後また買いに行くというような、流れになるということでしょうね。いやー、で、おそらくこれじゃあどれぐらいのその人が乗れるのかっていうのが考えたときに、いかんせん、あの東急のね、車両の2畳ですね、あれ多分18メートル車体かな、18メートル車体の2畳でしょ。ってことはやっぱ絶対定員知れてるんですよ。なんでこのご時世ですから、ぎゅうぎゅう詰めするわけにいかないですから、でソーシャルディスタンスを取った距離みたいな感じになってるはずですからね、整理券の配布っていうのは取ったら、じゃあ多分結構早々に売り切れでしょうね。そういう時はもう、うちみたいなところはね、早々に諦めて、私諦め早いですからね、まあ、うちのチャンネルらしくあえてその無料の間に乗らずにね、ちゃんと有料の間に乗ってお金を落として、でさらに無料の間を歩いて沿線を紹介してね、その間にで、どんな感じでね、その普通だったらね、こういうのね、サブチャ、あの、西園寺さんのところのサブチャンネルみたいなところとかね、まあ、田中さんのチャンネルとか、そういうところでやるであろう裏側の、さらに裏側をね、やっちゃおうと。裏の裏だったら、きっと表になるかもしれない。
それを誰が見るかですけど、うん、よしそれで行こう。あの知っての通り私あの行列とかにその3密云々じゃなくて単純に並ぶのとかが非常に苦手ですんでね、コミケとかも行けない人ですからね、うん、